ホーンビー、ホーンビー、ホーンビー、ホーンビーホビス LTD は、かつては、イギリスのメカの社、マクアーノ、マクアーノ LTD の鉄道模型ブランドであったが、後に独立した模型メーカーブランドとなった。メカの車のミニカーは、お、ホーンビーの、スロットカーは、スケーレックストリックを、メカの車及び金属製組み立て玩具については、メカのを参照。年、 フランク・ホーン・ビーフランク・ホーン・ビーによってイギリスのリバプールで創業されたガングメーカーのメカノ・ヤシロを前身とするメカノ・ヤシロは当初穴の開いた金属製の平板部品をボルトとナットで組み立てて形を作るガングメカノを製造していた1920年から全枚式のオーゲージ鉄道模型の製造を始めその後はオーゲージ用アクセサリーとしてミニカーの ディンキーや電動式の大ゲージ保ゲージ鉄道模型などを製造した。1960年代以降、倒産や買収を経て独立したメーカーとなった。1990年代以降、大ゲージ鉄道模型においては、最大手メーカーであり、車両から線路、制御機器、ストラクチャー、シーナリー用品まで一手に製造している。2000年以降、 経営不振の同業他社を積極的に参加に収め、イギリスは元よりヨーロッパを代表する模型メーカーの一つになっている。日本語ではホーンビー、ホーンビー、ホンビーなどと呼称される。2009年現在、社長、チェアマンはニール・ジョンソン、ニール・ジョンソン。売上高、ターンオーバーは6157万ポンド、純利益、ネットプロフィットは421万ポンド。 従業員数二百四十名である。九百二十年、メカノやシロは、縮尺一四十三の全枚式のオーゲージ鉄道模型を、ホーンビートレーンズ、ホーンビートレーンズのブランド名で発売した。九百二十五年には、交流二百ボルト電動式の三線式オーゲージを発売した。九百三十年代になると安全性の観点から六ボルトモーターを使い、 交流20ボルトとなった。全米式のオーゲージは1937年まで、電動式は1949年まで、リバプール工場で製造された。フランスにも工場が設けられ、フランス向けのオーゲージ鉄道模型が製造された。フランス以外のオーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、北欧への輸出分は、リバプール工場で製造された。輸出品は、 外国風に塗られたものの、イギリス風にしか見えないものであった。1927年にアメリカ市場の価格破壊を目指して進出し、ニュージャージー州エリザベスに工場を設け、アメリカ向けにオーゲージ鉄道模型が製造された。しかし製品はカラフルで魅力的ではあったものの、製造されたのが全イ式のみであったり、価格面で他社よりも優位に立てなかったこと、 さらに1929年の大恐慌の影響もあり、ガング大手の AC ・ギルバート社に工場を売却し、1930年にアメリカ市場から撤退した。残った製品はカナダやイギリスで販売された。1938年、直流三線式の王ゲージ鉄道模型を、ホーンビー・デュブロ、ホーンビー・ダブロ、ダブロイコール・オーの、英語読みの文字理のブランド名で発売した。 機関車やストラクチャーはダイカスト成形の亜鉛合金製で、貨車や客車はプレス加工されたブリキ製であった。同社はオーゲージを直流12ボルト3000式を標準として計画し、イギリスにおいて展開した。その後急速に規模を拡大させるも、1940年以降は第二次世界大戦の影響で規模は縮小され、1942年には 製造が中断された。戦後、製造は再開されたが1948年まではすべてを再開できなかった。その後、バゼットロークやライオネルやアメリカンフライヤーのように反映したものの、1950年代後半にはトライアングレールウェイズ、トリアンレイルウェイズなどのライバルが現れたため苦境に立たされた。また、プラスチック製品の製造が遅れたのも影響した。 1959年に、それまでの直流3線式に加えて、直流2線式の製品を、プラスチック製客車、ザ・スーパーディテールシリーズと共に発売したものの、ライバル会社と比べシステムは複雑になってしまう。プラスチック製客車シリーズは好調で、1960年には、フランス向けとして、直流2線式、ホーゲージがホーンビーショー、ホーンビーョ賞、ホーンビーチョ。 あとイコール法のフランス語読みの文字義のブランド名で展開され始めた。ホーンビア賞はフランス工場で製造された。1963年に経営危機が発生してイギリスでは新製品が発売されなくなった。1964年トライアングレールウェイズ以下トライアングとシルスのブランド名で鉄道模型を展開していたラインズブラザーズ社。 ラインズ・ブロス l t d によってメカのヤシロが買収され、ブランド名はトライアング・ホーンビートリ・アン・ホーンビーに変更された。それまでホーンビー・デュブロで展開されていた車両やストラクチャーは金属製でコストがかかるため製造は中止され、プラスチック製が主力であったトライアング製品を中心に存続された。ホーンビー・デュブロの金型はが引き継ぎ、 ダイカスト成型の機関車やプラスチック製客車は、その後も製造されたものの、オーゲージ製品は廃棄されたり、リバプールの模型店に引き取られて販売された。リバプール工場での鉄道模型の製造は終了し、ラインズブラザーズ社参加で、ケント州マーゴイトにある、ロベックス社、ローベックスの工場に移った。1970年、ラインズブラザーズ社の組織改編により、 旧メカの社部門がメカのトライアング社マクアーノトリアン LTD となった。1971年にラインズブラザーズ社が倒産しメカのトライアング社の鉄道模型部門が複合企業体であるズンベイコンベックスマルクス DCM 社に買収され1972年からブランド名はホーンビーレールウェイズホーンビーレールウェイズ以下ホーンビートシルスと解消された。 フランスで製造されていた、ホーゲージは、ティーミストラル客車など傑作を残したものの、すべての製造を1974年に終了している。金属製組み立て玩具の、メカノやミニカーの、ディンキーの部門は、イギリスの模型メーカーであるエアフックス、エフィックスに買収された。1970年代の一時期、ドイツのトリックスの N ゲージ製品であるミニトリックス、マイナイトリックスを、 ホーンビーミニトリックス、ホーンビーマイナイトリックスのブランド名で展開していたが数年で撤退し、1970年代後半、エアフィックスなどの新規参入メーカーが細密成型の完成品を多く発売したため、それまで細密とはかけ離れた製品しかなかった、ホーンビー製品は苦境に立たされた。愛好者からは、ホーンビーでももっと細密な製品を、 という注文が相次いだ。そのような中で、当時においては、画期的であったデジタル式の多重列車制御、装置である、ゼ01が発売された。これは1990年代に普及したデジタルコマンドコントロールと同様のものである。鉄道模型市場を重要な動評であるにもかかわらず、ゼ01は、コントローラーとデコーダーが高価で従来の車両と互換がなく、デコーダー搭載車両は、 従来のアナログ式コントローラーでは制御できないため普及しなかった製品の項で衝突。1980年に DCM 社が倒産した。1981年マネジメントバイアウトにより DCM 社から独立し、社名はホーンビーホビース、ホーンビーホビース LTD となった。ブランド名は引き続きホーンビーレールウェイズが使用された。 1985年頃に、かつて、エアフィックスが製造し、エアフィックス倒産後は、ダポール、デイポールで製造されていた、いくつかの品を、ホーンビーが買い取り、自社製品として販売した。同時期に機関車トーマスに登場する列車の製品化を、開始した。1986年、株式を公開した。1990年代前半は、ダポールやバックマン、バックマン、 外国メーカーであるリマ、リマなどと対抗することになった。1995年から経費削減と品質改善を目指し、中国の関東省での製造を開始し、1999年にはすべての製造を中国で行うようになった。2000年代に入ると、ハリー・ポッターの映画に登場するを模型化し、売り上げは急増した。2003年には、 大ゲージライブスチームのマラード号を発売し、その後も数機種の大ゲージライブスチームが売りされた。同社がライブスチームを販売するのは1970年代に発売した3.5インチゲージのロケット号以来である。近年、イギリスではバックマンによる細密な新製品が多く登場しており、それに対抗するために、ホーンビーでも新製品を発売している 08K。 ディーゼル機関車などがある。2004年経営難に陥っていたイタリアのリマグループを買収し、リマジョエフ・リバロッシー・アーノルトを含むイギリス以外の鉄道模型ブランドとして、ホーンビー・インターナショナル、ホーンビー・インターナショナルを設立した。この買収によって、フランスにおいてホーンビーによる鉄道模型の展開が再開されることとなった。製造はホーンビー製品と同様に、 中国で行われている。さらに、スペインのエレクトロトレン、エレクトロトレンを買収した。2006年、経営難に陥っていた模型メーカーのハンブロール、ハンブロールとその子会社であるエアフィックスを買収し参加に加えた。経営難によりハンブロールは消滅するかと思われていたが、ホーンビーによって救われ、多くの愛好者、モデラーは胸をなでおろした。2008年、 鉄道模型メーカーのバゼットローグを参加に持つ自動車模型メーカーのコーギークラシック、コーギークラシックスを買収した。大ゲージ鉄道模型を中心に各種の模型製品が展開されている。近年、同業他社を買収したことから、ホーンビーホビンス参加で製造されている製品は多岐にわたるものの商品展開上はかつてのブランド名を引き継いでいるものが多い。 ここでは、ホーンビー・ホビンスによって展開されている王、ゲージ鉄道模型の、ホーンビー・レールウェイズ製品を中心に記す。ホーンビー・レールウェイズ、ホーンビー・レールウェイズでは、王、ゲージ鉄道模型の車両、線路、ストラクチャーアクセサリー、制御機器、シーナリー用品、N ゲージ鉄道模型のストラクチャーが展開されている。制御機器、簡素な車両、線路等が入った。 スタートセットが毎年発売されている。主に射出成形によるプラスチック製である。主にイギリス国鉄や国営化前の四大鉄道時代、国鉄民営化後の機関車や客車、電車、貨車や私有貨車、事業用車両等を発売している。かつては大量生産の模型では製品化が望めなかったようなマニアックな機種から、 最新の機種まで様々な車両を製品化している。旧来からの製品もまだ数多く残っているが、中国生産になってからは品質は向上し、塗装や表記も細かくなった。旧リマの王ゲージ製品は、ホーン B に移管されているが、旧ジョエフの王ゲージ製品は生産されていない。イギリスで生産されていた頃からの製品群をレールロードシリーズとしてまとめ、 燃焼者や入門者向けとして、従来よりも廉価で発売している。また、中国での生産に移行した後に新規に製造された製品も存在する。同省なし線路が展開されている。旧トライアング製品をベースとしている。ホーン B の線路専用の同省スポンジがあり、それを線路の元に敷いた状態でレイアウトジオラマを制作すると走行音低減される。 仕組みとなっているが、接着の仕方によっては、効果が薄れる場合がある。組み立て式線路は、直線、曲線ともに、種類は少なく、フレキシブル線路も発売されているものの、同じギリスのピーコに、大きく、水を開けられている状態である。ターンテーブルは、テーブル上、または床上に線路を付設した、フロアレイアウトでも、使用可能な薄型のものであるが、 現代の水準から見るとガングゼンとした作りである。レイアウトジオラマ上に配置する建物などで、オーゲージでは、プラモデル形式と完成品形式に対別される。プラモデル形式のものは鉄道に関連した建物以外、近年数が減っており、代わりに完成品形式のスコレデイルシリーズが急速に拡大している。N ゲージでは、完成品形式のスコレデイルシリーズと同様の リドルエンドシリーズのみが展開されている。プラモデル形式のストラクチャーは、トライアング製品をベースとしたものや、他社製品を自社ブランドで展開しているものが存在する。トライアング製品を引き継いだプラモデル形式の製品や近年発売された、完成品形式は、ヒューロベックス社の工場を引き継いだホームビーホビース、本社のあるイギリス南東部ケント州マーゲート州の建物を、 参考にして作られたものが多い。地面の植生など、情景、シーンを再現するための製品で、かつては、ガングゼンとした作りのものがほとんどであったが、近年は、他社製品を自社ブランドで展開しており、自然の情景が再現できるリアルなものが増えてきている。制御機器、電源装置は、イギリス仕様の交流 220-240V、入力。 直流 12V 出力である変圧器、トランスフォーマーとダイヤル式のコントローラーに分かれている。近年になり、デジタルコマンドコントロール専用機器が、スタートセットを含め広く展開されている。従来のポイントスイッチの切り替えは、線路への給電線とは別線で、ポイントスイッチごとに結ばれてたが、デジタルコマンドコントロールの場合は線路への給電線のみでべてのポイントスイッチが、 切り替えられるようになっている。ホーンビー01は、ホーンビーによって1970年代に開発されたデジタル制御による近代的な鉄道模型制御装置の先駆的製品である、テキサスインスツルメンツ社のトムス14ビットマイクロプロセッサを使用していた。01システムは、 最大16台の動力車と99個の付属品をそれぞれ個別に制御することが可能だった。ハモンドモーガン車のデジタル鉄道模型制御装置は総合的に01と互換性がある。01は1970年末に発売された。01と名付けられた列車多重制御装置は1979年末に発売され、 この装置は1990年代に登場した村のオープン標準のデジタルコマンドコントロール DCC システムの先輩である。鉄道模型の分野に大きな革新をもたらしたゼロ一ではあったが制御装置と動力車や個々の付属品にそれぞれ搭載が必要な受信機の双方が効果であったため商業的な成功には至らなかった。しかし汚れを取り除いたレールと よく整備された動力車では、システムは宣伝されたように多かれ少なかれ動作した。01システムは、軌道上に常に 20V の使用する地域の電力専修波数、イギリスや東日本では 50Hz、アメリカや西日本では 60Hz の区形波に、毎秒3回の周期で更新される32ビット上の制御符号が載せれて供給された。車載の受信機は、 半周期ごとにとマイナスが切り替わる交流区形波をトライアックで同期的に整流することで、またはタイの半波を出力してモーターの回転方向を制御していた。制御符号の送信中は遮断されたままだった。速度制御は半サイクルの部分の幅を14段階に変化させることによって言っていた。このシステムは 当時の半導体技術を導入することによって単純にする意図があったが弱点として蒸気の説明からわかるように区形波の幅は災害重水で5 0ルツの電力の地域では交互に20水か40水の間隔を空ける必要があったモーターに供給される電力が不連続でこれがモーターが滑らかに回転せず小刻みに変動してうなりを上げる原因となった時に 動力者の微細な速度調整を行うことは14段階の荒い速度調節や運転者が制御を入力してからの応答性の緩慢な特性が原因で同様に困難を伴った。01の車載受信機を搭載した動力者は、ホームビの説明書によれば従来のシステムでは使用できなかったため01のシステムを導入した人は、 従来のシステムを使用する友人やクラブのレイアト上では走行できなかった。それは01の車載受信機の使用を切り替える小型のスイッチを動力者に組み込めば容易に解決できる問題ではあったが、ホーン B の公式な情報では触れられておらず、潜在的な顧客に実際には存在しなかった欠点を認識させることになった。分岐器や他の付属品の制御は、 とても単純な方法でできた。分岐器や腕機式信号機のような電磁石で駆動される付属品や信号機等の投下類が組み込まれた。付属品はそれぞれ4出力の線路からの電で作動する付属品用受信機でできた。それぞれの出力は電磁石や投下類等用途に応じて一時的な通電または連続通電か設定可能だった。付属品は 制御盤に番号を入力することで切り替えられ、最大99個の付属品を制御することが可能だった。電磁石やトーカルよりもモーターを使用したターンテーブルのような付属品は、動力車用の受信機を使用し、動力車と同様の方法で制御可能だった。01は3段階導入だった。主管制御装置は1986年に廃盤になり、最後まで残った。 車載受信機は1991年のカタログの限られた供給の R955 車載受信機は入手可能という掲載を最後に終了した。修理に必要な部品の枯渇を理由に、ホーン B では間もなく01の修理を終了する。システムはとても信頼性が高く、基本の1980年代のキーボードの設計は、 主管制御装置の劣悪な保管が主な問題である。それは容易に修理できる。車載受信機は2形式が入手可能だった。1981年以前の形は1個のトライアックを元にしている。区形波の供給とモーターや接触不良によるスパークによりトライアックの DV、DT の許容値を上回り、 これらの装置の半周期ごとの曲線の切り替えがうまくできずに車載制御装置とモーターの双方に損傷を及ぼす。H&M 車製の2個の SCR でそれぞれ前進と更新を受け持つ後期型ではこの問題は解決してた。車載受信機は容易に修理可能である。多くの模型愛好家の間で現在でもこのシステムは使用されており、e い e いや中古市場で 取引されている。毎年カタログが発売されている。その年以降に生産される予定のものが中心で、形は同じで塗装や表記を変えた製品が毎年のように発売されているため、前年に発売されたものは掲載されていないことが多い。交通紙民書籍で知られるロンドンのイアン・アランからホーンビー製品を中心とした鉄道模型雑誌として、 コーンビーマガジン、コーンビーマガジンが2007年より毎月発行されている当初は各月間。1、32スケールスロットカーのスケールエクストリック製品の車両をプラモデル化したもの。プラモデル用のエナメル塗料。詳しくはハンブロールを参照。プラモデル製品。詳しくはエアフィックスを参照。スロットカー製品。詳しくは スケーレックストリックを参照。当初は、メットオイプレイクラフト社、メトイプラクラフト l t d から発売されていたミニカーブランドであったコーギーが、後にアメリカのマテル社に買収され、その後大人向けの精密自動車模型ブランドとして独立したもの。詳しくは、コーギークラシックを参照。オーゲージ鉄道模型を製造する。詳しくは、バゼットロークを参照。 旧リマグループのホゲージ、N ゲージ鉄道模型の車両、線路、ストラクチャーアクセサリー、制御機器を展開する。商品展開上は、かつてのメーカー名、ブランド名を使用する。シナバンは、リマは、HL、ジョエフは、HJ、リバロッシは、HR、エレクトロトレンは、HE、アーノルトは、HN を関した数字で表される。 かつてのメーカーブランドに関係なくフランスの車両はジョエフブランドで、スペインの車両はエレクトロトレンで、といったように概ね国別にブランド名が分けられている。N ゲージ製品はすべてアーノルトブランドにて展開する。ストラクチャーやアクセサリー製品の品番は HC を冠した数字で表される。詳しくは各ブランドのリンク先を参照。ホゲージの線路は オーンゲージのホーンビー製品を転用する。N ゲージの線路はリマグループで展開されていた製品を引き続いて生産する。かつてリバプールで製造されていた頃のブランドで、主に LMS 鉄道やイギリス国鉄の車両が製品化されていた。機関車やストラクチャーは亜鉛合金製大カスト成型で、客車や貨車は車体色や表記が印刷されたブリキータを プレス加工し、プラスチック製の屋根、床板と組み合わせていた。線路は、銅床付き、組み立て式線路が展開されていた。かつて、マーゲートのロベックス社の工場で製造されていた頃の、ブランドで、先日の通りトライアング製品を、主に製造していた。動力車の重りや終電、駆動部以外は車輪に至るまで、プラスチック製のものが主流であった。線路は、なし、 組み立て式線路が展開されていた。かつてフランスで展開されていたブランドで、主にフランス国鉄の機関車、客車、貨車、機動車が製品化され、線路やストラクチャー、制御機器もイギリスとは異なるものが展開されていた。一部の車両にスイス製のものが存在した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。